えみちゃんのヘルシーダイエット。どんな未来がこちらを覗いてるかな。君の強さと僕の弱さを分け合えばどんなすごいことが起きるかな。ほらもうこんなにも幸せ、いつかは一人、いつかは二人、大切を増やしてゆこう。はーい、こんにちは。今回12回目の放送となりました。私、パーソナルダイエットサポーターのえみちゃんです。はい、昨年の6月からですね、私の冠番組がスタートしました。えみちゃんのヘルシーダイエットもですね、1周年を迎えることができました。これもひとえにシャチホコアズール FM 放送局の局長様はじめ、スタッフの皆様、ぬっかベーカリー車道の皆様、そしてお忙しい中ゲスト出演をですねしていただきました、すべてのゲスト様、すべての私の冠番組に関わっていただきました方々に、この場をお借りしまして心より感謝申し上げます。ありがとうございました。やばいやばい、最初からやばい、すいません。そしてですね、今日よりラジオ局のお名前がですね、シャチホコアズーレヘム放送局に変わりますので、新たな気持ちで元気をフルパワーでお届けします。よろしくお願いします。題してダイエットサポーターえみちゃんズプレゼンツ、ダイエットの常識が180度変わる、ゆるくて楽しいダイエット術をお届けします。それでは月一生放送始まります。めちゃめちゃド緊張、えみちゃん今日やばいです。よろしくお願いします。はい、それではですね、こちらシャチホコアルアズーレ FM 放送局よりですね、お知らせがあります。生放送の模様がですね、 X ツイッターとコラボしております。なので私はですね、これからですね、素敵なゲスト様が見えるんですけども、その方のですねメッセージやご質問と、どんなことでも結構ですので、ぜひツイートの方お願いいたします。生放送中にですね、ドーンとお返ししますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、じゃあそれでは私の自己紹介お願いします。はい、田上恵美子です。パーソナルダイエットサポーター&、すいません、ちょっとこれ違いますね、シャチホコアズーリ FM 放送局ラジオパーソナリティです。私、愛知県春日井市、誕生日は10月17日54歳、ダイエット歴は51歳から2年3ヶ月でマイナス18キロ減量に成功、持病は難病バセドウ病、15年目の患者ですが抗体数値ゼロになりました。完治目前、減薬に成功中です。座右の銘は一期一会、一つ一つの出会いを大切にし、真摯な気持ちで人や物事と向き合うように心がけています。趣味はバイオリン。一言皆さんにメッセージ、ダイエットは辛くない、あなたのすぐ隣で伴走します。素敵な未来予想図を一緒に描いていきましょう。はい、以上です。次よろしくお願いします。はい、こちらビフォーアフターです。夏バージョンです。はい、こちらですね、左側でこの写真、この写真はですね、もうすごい、もうね、もうバーンとね、もうダイナマイトって感じなんですけど、こちらの写真をですね見てですね、私ダイエットを決意したんです。で、右側がこちら、マイナス18キロになった瞬間です。
はい、じゃあ次お願いいたします。はい、こちら私の QR コードでございます。パシャパシャタイムです。皆さんパシャパシャタイムしてくださいね。はい、こちらの方ですね、皆さん、私のお友達追加ですね、来ていただきます。そういえばね、トークでですね、いろいろやり取り出しますので、よろしくお願いします。以上です。次のコーナーよろしくお願いします。はい、じゃあ次のコーナーに回りたいと思います。はい、ダイエットとですね、その先の健康に対する私の思いをですね、お伝えしたいと思います。あらまあこういうこともありますわねはい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、体重だけではなく持病回復記録でございます。次お願いします。はい、私持病バセドウ病を診断されてからもう15年目の月日が経ちました。当時39歳です。子育て真っ只中、地域振興、仕事、子供の習い事で自分を顧みない、ただただ一日をこなす日々でした。そんな時ですね、いろんな方々からですね、なんか顔だけ痩せこけてる、大丈夫なのって言われました。でも若かったからですね、何にも気にも留めずにやり過ごしておりました。次お願いします。こちらですね、昨日って言いました、こちらです、去年のですね9月25日定期検診の結果です。こちらで私ようやく主治医の先生から100点満点言われまして、服薬が減薬になりまして、この時瞬間抗体数値がなくなったんです。もう本当に15年目の本当にいろいろな出来事が本当にもう私はもう大変でしたので、すごく今は嘘のようにはっちゃけてますけど、すごく嬉しく思っております。はい、以上でございます。はい、このことはですね、紛れもない真実なんです。来月6月のですね定期検診結果が出ております。なので次回の生放送にですね、必ずこの結果をですねお伝えすることも私こちらでお約束させていただきます。そちらですね、さらに抗体の数値がなくなればさらに減薬というようなねお話も出ております。はい、それではよろしくお願いいたします。以上です。はい、それではですね、どんどん駆け足でいっちゃいますよ。じゃあ次のコーナーよろしくお願いします。はい、こちらのですね、今動画を見ていただきました。こちらですね、今ですね、愛知、岐阜、三重の YouTube の広告に今流れています。はい、ダイエットと検索するとですね、ね、そのいろんなダイエット番組を見てね、スキップされないでですね、この広告をご覧ください。はいですね、まずはですね、オンラインズームによる食べて痩せるダイエット講座のご案内です。よろしくお願いします。はい、これだけ食べていいの？食べて痩せるダイエット講座でございます。はい、太るメカニズムがわかる健康的な食事の基礎知識が、身につく、料理が変わるから家族全員が健康にということで、私無料体験セッションを行っております。どうなりたい？どんな不調があるの？どんなダイエット今までしてきたの？こちらをヒアリングしてですね、オーダーメイドのあなた独自のポジティブプラン、こちら食事改善プランをですね私が作成いたしますので、よろしくお願いします。次お願いいたします。はい、こちらフォローですね、ご利用の流れです。はい、 LINE を登録いたします。こちらの QR コードでもね全然大丈夫ですね。こちらの QR コードですね、全然大丈夫ですので、こちらをプチッと押しますとですね、体験セッションメニュー画面でですね、リッチメニューっていうところですね、体験セッションをポチッと押します。それですね、ご予約いただきますとですね、今
私のですね、レンチン、まな板いらず、旬食のですね、レシピ集と、それからですね、当協会代表のですね、マスターリエの1ヶ月献立カレンダーズボラ編、こちらの書籍をですね、2大特典プレゼントいたします。よろしくお願いします。はい、以上です。はい、次お願いいたします。はい、こちらはですね、ですね、はい、今度はですね、こちらリアル講座ですね、ごめんなさい、リアル講座です。今年から始まりました。私、今年からいろんなね、企画をしております。我が町を健康にするプロジェクト第3弾です。第1弾、第 2弾はですね、大変ご好評で満席状態だったんです。はい、おかげさまですね、今回もですね、お申し込みいただいております。またね、若干、残っておりますのでね、お早めにね、お申し込みお願いしますということで、こちら食べて痩せるダイエット講座女性限定、6月20日木曜日2時半から4時カフェズコットさんで行います。こちらはですね、講座だけしか味わえないオリジナルプチスイーツセットとドリンクと私の講座30分お付けして、参加費なんと1000円です。この他ですね、特別プレゼントもですね、ご用意しておりますので、皆さんお気軽によろしくお願いします。次よろしくお願いします。はい、詳細でございます。こちらですね、私の、我が町愛知県春日井市ですね、名古屋市守山区のね、一部のね、皆さんのご自宅に全部配られております。はい、なんと1万とですね、ごめんなさい、1万590部配布されております。なのでこちらですね、食べて痩せるダイエット講座、はい、こちらの方ですね、同じことなんですけども、愛知県春日井市です。勝川駅からですね、下車していただきます。 JR 中央線勝川駅です。そういたしますとですね、北口の方へ出て見えますとですね、もう徒歩3分でですね、勝川商店街があります。その中にね、カフェズコットさん、この間もですね、確かですね、スギちゃんがですね、こちらのお店に現れました。とってもメディアで大人気なんです。そちらの講座オリジナルプチスイーツがね、いただけるというのでね、大変ご好評いただいております。なのでご参加の方はですね、インスタの DM こちらあります、アットマークえみちゃん1017までお申し込みお願いいたします。はい、それでですね、こちら見えますかね、これかな、ここね、ちょっとちっちゃい、ここね、ここに食べて痩せるダイエット講座というものがね、載ってるんですね。はい、こちらが配られております。これ先ほどと同じワイプでね、こちらと同じことがね、ここに載っております。はいね、配られておりますのでね、はい、詳しくはポトス、フリーサッシのポトスかですね、インスタの DM にね、お申し込みの方よろしくお願いいたします。以上でございます。はい、駆け足でやってまいりました。はい、それではですね、本日の目玉企画に参りたいと思います。ズームカンバセーション in シャチホコアズーリ FM 放送局第7弾の開幕です。エミちゃんのヘルシーダイエット1周年特別企画、すべての女性への素敵なプログラム、究極の美と食から健康になれることをお届けします。それではオープニング動画お願いします。まだ僕の声は聞こえてる、止まらない日々、君に会うたび、よく似合う笑み浮かべて待ってて、言えなかった胸の奥の言葉、今ならありのまま君に渡せる。準備の方よろしくお願いします。はい、本日のゲストの方をお呼びしております。ズームにて栃木県から電波に乗ってご登場です。株式会社アメノーズム代表をされ、現在3つの会社と8つの事業を展開する B1 社長でしたが、なんと9年前は
こたつ大好き主婦、こたつ主婦。今では美容サロン、接骨院、ペット事業、美容サロンコーチング業を経てですね、自己成長と挑戦する人生を歩んでいらっしゃいます渡辺遥さんご紹介です。どうぞよろしくお願いします。はい、遥さん、はーい、もう今大画面に映っておりますよ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではですね、早速ありがとうございます。はい、遥さんのですね、聞こえてますか？はい、聞こえてます。全然もうバッチリでございます。それではですね、遥さんの自己紹介の動画をよろしくお願いします。すみません、ちょっとお待ちください。はーい。はい、じゃあお願いします。お声いただいてもよろしいでしょうか？素晴らしい動画でしたね。もう私もクラシック大好きなんで、もう素晴らしいです。それではですね、はるかさんの方から自己紹介の方をね、お願いいたします。ではよろしくお願いします。画像は流れますかね？はい、今画像が入りました。よろしくお願いします。あの、私本当にこたつ大好き主婦で、いつもなんだろう、情報番組何々っていうのを見てた主婦だったんですよ。それが、9年前に、ずっと20歳ぐらいの時からエステティックサロンに勤めてたので、35歳の時に、主人と子供2人の男の子の顔を見た時に、あ、このままじゃ自分、なんか普通の主婦で人生終わりたくないと思って起業したんですね、エステティックサロン。その時に、本当に、自分の体に向き合って、本当にこの後の画像で出すんですけど、ものすごい体だったんです。それが、やっぱりあることをしたきっかけに、自分自身の体とか顔とか、あとね、なんだろうな、収入もそうですけど、これ今ね、ペットサロンとかも経営させていただいて、すごくね、順風満帆に、生活させていただいているような感じです。よろしくお願いします。はい。次の画像。はい、じゃあ次の画像ですね。お願いします。はい、出ました。はい、これ私の体なんですけど、一番左側、やっぱりね、どう変わりたいかっていうのが、なんだろう、鏡で見るものと、これ主人に撮ってもらったやつなんですよ。主人にカメラで撮ってって言って撮った時の写真なんですけど、自分で写真見た時にめっちゃ驚愕して、
このままじゃ嫌だって。それで43歳の時に、やっぱり、なんだろう。肌がやっぱり綺麗でいることとか、あと髪の毛とかもやっぱり気をつけたりだとか、あとボディラインとかを気をつけたりっていうするだけで、そんなにお金をかけずに綺麗になっていけるっていう、これが今、すごくないですか ?63 キロだったんです、一番左側が。それで、右側が52キロ。それで、結構私実際に会うと、なんか170センチあるんですよ、身長が。大きいねって言われるんですけど、52キロまで、やっぱり落ちるってね、すごくね、スラーっとして綺麗なんですよね。もうこれはね、めちゃくちゃ自分が頑張った証の写真です。はい。素晴らしい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。素晴らしいですよね。はい。じゃあ、それではですね、渡辺遥さんの QR コードの方ですね。大画面に映します。お願いします。はい。今ですね、大画面に映ってます。パシャパシャタイムですよ。はい。じゃあ、はるかさん、よろしくお願いします。はい。はい。これで、インスタグラムと、私のインスタグラムって、ちょっとバグでね、ちょっと時間差になっちゃうんですけど、はい、結構ストーリーを投稿してるんです。ストーリーとかで、ね、プロテイン飲んだりだとか、あとはなんだろう。女性のそのボディラインの話だとか、そういうのをやってるので、ぜひね、フォローしていただければ嬉しいです。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、それではですね、今からですね、こちら、株式会社アメノーズム代表、渡辺遥さんとですね、私、パーソナルダイエットサポーターのですね、田野恵美子、恵美ちゃんとのですね、ディスカッションの方ね、させていただきたいと思います。はい。ね、私、ダイエットサポーターは、食からと、渡辺遥さんの女性のトータルビューティーとは、私は体の内側、遥さんは外側よりディスカッションしていきたいと思っております。よろしくお願いします。それでは、はい。なんだろう、先生は体の内側ってめちゃくちゃ大切じゃないですか。はい。そこが基本じゃないですか。はい。食べ物。そこじゃなくて、もう一つの観点ですると、はい、トータルビューティーってどういうことかっていう話をさせていただきたいなと思って。わ、はい、かりました。じゃあ、まず、そうですね。まず、はるかさんがお考えのですね、女性の美しさ、トータルビューティーとはどのようなことでしょうか。ちょっとざっくりすぎてすみませんが、よろしくお願いします。本当にね、私、女性の美しさって、恵美先生みたいなことだと思うんですよね。なんだろう、恵美先生をインスタグラムで最初に見た時に、ライブをやってる時にめちゃくちゃ一生懸命にめちゃくちゃこの今みたいな感じで、もう松岡修造なのかなって思うぐらい一生懸命やってたのを見て、私元気がもらえたんですよ。それでやっぱり女性の美しさって元気っていうのもあると思うんですね。あと上品が全てではないと思っていて、なんかやっぱり元気があってハキハキ喋って人のために何かやる、そしてでもそれってみんながみんなそうじゃないじゃないですか。じゃあみんなその食事制限で痩せて着地点というのがないんですよ、はい、痩せてどうなりたいか、どう見られたいか、はい、私は誰かにどう見られたいかっていうのものすごく大切だと思うんです、はい、誰にも別に何とも思われない人生か、それとも主人が可愛いねとか綺麗だねって言っていただける人生かって言ったら、はい、やっぱり女で生まれてきた以上、やっぱ可愛いね、綺麗だね。もちろん自分のことも褒めてあげるような、そんなね、なんだろうな、トータルビューティーの考え方なんですけど、じゃあ見た目で言ったら、一番ですね、三大原則って私が言っている見た目のですね、これを綺麗にしておけば、めちゃくちゃもう周りからどうしたのって言われるところが、お肌。もちろんお肌です。そして、今ね、2024年流行ってるのがツヤです、美容用品。ツヤ、はい。と、こう、今わかりますか、このツヤ。わー、すごいです。はい。ツヤと造形です。体の、はい。はい、例えば、お顔も痩せても、しぼむんですね。はい。太った、大きい風船がしぼむと、しばしばってなってしまうので、胸の位置も、お顔一つ下のトップバスト。はい。その一つ下がウエスト。はい。その一つ下がヒップトップっていう形で、
ゴールデンバランスをしっかりと見ていただいて、マッサージをしたりだとか、私が補正下着っていうのを着てしまって、その体型に持ってってるんですけど、あともう一つが、お肌と造形、体の。あともう一つが髪ですね。髪をケアするっていうのが一番なんですけど、じゃあ、そこをどうすればいいのかって言ったら、体温なんですよね。私のエステティックサロンでは、やっぱりダイエットで何キロも16キロとか成功されてる方たくさんいらっしゃるんですけど、やっぱり、胸の位置をしっかり上げてあげて、ウエストをしっかりメイキングしてあげて、そして体温を上げてあげるっていうのに着目してるんですね。髪とかもそうなんですよ。血流とタンパク質っていうのが大切なので、髪は食事、それで髪っていうタンパク質を取っても筋肉とか肌に使われて余ったものが髪なんですね。中国語で髪って血よって、血の余るって書いて血よって書くんですけど、余ったものが髪の毛に行くので、食事ってめちゃくちゃ大切なのと、私は食事だけではね、今、畑の土壌自体の栄養成分っていうのが昔に比べて16分の1しかないので、栄養が取りづらいんですよ、食品からの、なのでサプリメントだったりだとか、プロテインっていうのを活用して、本当にね、その温活っていうのを取り入れてやってます。素晴らしいですよね。もう本当にもうね、お食事はもう一番ね、大切って言っていただいて、もうすごく私はダイエットサポーターとしてすごい嬉しいんですけど、もう本当にね、やっぱり誰しもやっぱり痩せて綺麗になって、で、どんなね、お洋服を着て、どんなね、自分になりたいかっていう未来予想図をね、描きながらね、これからのね、人生を歩まれた方がね、絶対いいじゃないですか、そんなの。ね。心も豊かになりますし、はい。ね。本当ありがとうございます。もう食べ物のね、大切さとね、やっぱいろいろね、こうね、補正下着や、はい、プロテインとかもね、活用しながらということですね。はい、ありがとうございました。じゃあ、続いていきますね。まあね、女性はですね、かなりの確率でですね、冷えに悩まされてると思うんですよ。そこでね、先ほど自己紹介にも少しね、温活という言葉が入りましたけど、温活をね、することによって体へのね、影響はね、どのようにね、こう変わっていく、なると思われますでしょうか。お願いいたします。はい。温活という言葉が巷で流行り出したのって、ここ、本当に10年ぐらいだと思うんですよ、日本で。はい、で、昔、やっぱり短いスカートとかの女子高生におばあちゃんが、温めなさいよ、温めなさいよって言ってるのは、本当に理にかなっている。はい、そして、痩せづらい方っていうのは、お風呂に入っていない方結構多いんですよ。湯船に浸かってあげて、体を温めてあげるっていうのがものすごく大切で、エステで言うと、高周波だったりだとか、あと、ヨモギ蒸し、膣を温めてあげたりとか、あと、半身浴っていうのをしていただくと、一度、例えば私ね、9年前は35度3分だったんです、平熱が。そうだったんですか。へえ。その時にやっぱり M 先生も病気されたじゃないですか、多分その時の体温って何度ぐらいでした。もう35度台でした。はい、そうなんですね。私もその時何を患ってたかというと、ストレスもないのになぜかパニック障害という。そうだよって、あれ連れて何かというとね、急にですよ、急になんか迫ってくる感じがして、ドキ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 動悸がして、もう苦しくなって倒れそうになるんですけど、意識は失わないという。その分低体温35度3分の私はめちゃくちゃ悩んでたんですよ。それで病院に行くと薬を出されるんですよ。そうです。なぜかというと、病院の先生って薬を出すのが仕事なので、薬を出さなくちゃいけないじゃないですか、でも私は薬のやっぱりいいところもあれば怖さというのもやっぱり知っているので、私は薬に負けたくないって思いながらも、たまに襲ってくるこれは何なんだろうなって思い始めたわけですね、それで私はそのお肌で言うと、体温がやっぱり一度上がれば、ターンオーバー、体で言うと 13% 代謝が上がっていくんですよ。
からもものすごく綺麗になる。肌の細胞っていうのが血流でやっぱり生まれてくるので、はい、綺麗になっていく。そして私は体温を上げるインナーを着たんですね、はい、それまではどんなにダイエットしても、あの冒頭の時の写真、お腹は出てて、はい、両腕は太くて、はい、もうすごく嫌だったんです。でも170センチで63キロって適正体重なんですよ。適正体重なのに太って見えてしまうのはなんでなんだろうっていうところから、低体温は痩せないんだなっていうことに気づきました。なぜかというと、あの20代の時って無理なダイエットをしたんですね、はい、全く食べない。あ、全く食べなかったらね、先生、あの朝胃酸を吐くんですよ。わあ、そうなんですね。わ、辛かったです。下剤まで飲む、下剤まで飲んで、それで胃酸を吐いて、それで心臓がバクバク言って、はい、下まで降りてって冷蔵庫で牛乳を飲むっていう。それでもね、足がね、陸上部だったので細くならなかった。そうだったんですね、だから体温って本当に 大切で、はい、健康面、なぜかというと寒いと、体が寒いってなると筋肉も萎縮してしまうので、はい、怖がるわけじゃないですか、はい、そしたら猫背になりますよね。そうです、息苦しくなるんですよ。そうですね、それです。だからね、体温は何としてでも35度台の方は、ちなみに35度台は自律神経が危ないっていう、はい、その日本医学会のホームページとか見ていただくとなんかね載ってるんですよ、35度台は、はい、それで34度台は本当に生きててもおかし大変だねっていう数字なので、はい、ぜひね、体温を、こういう話題がラジオから耳に入ってきた時って、私の体温って何度なのかしらって確かめる時だと思ってるんです、はい、なぜかというと、子宮頸がんだったりだとか乳がんっていうのは絶対的に、なんで日本人多いのかなって思った時に、はい、冷やすんですよね、やっぱりスカートで女子高生とか、はい、温めるっていうのがすごくね、やっぱりね、健康には大事だと思います。私はそうですよね、はあ、ありがとうございます、本当にね、私も、ダイエットサポーターとして、もういろんなね、受講生様から大変冷えでね、こんな不調があるよってことをね、いろいろご相談してされております。でね、本当ね、冷えはね、冬場だけの問題じゃないんですよ、これは。一年を通じてなので、ね。なので、いろいろね、皆さんなりにね、できることからね、対策をね、する。ね、いきなりね、全部やろうというのはそんな無理ですよ。まあ今日は、今月はじゃあ二つやろうかなみたいな感じでね、目標をね、持っていければね、いいと思います。なのでね、少しね、やはりね、はるかさんは言っておられます。冷え、食事、運動。こちらの三つの柱はすごく重要って言っております。なので、運動はですね、まあ、ながら運動でもいいんですよ。はい。地下鉄に乗った時にもですね、地下鉄に行った時もですね、階段ね、エスカレーターなくて階段で歩くとかね、そんなね、ことでいいんでしょ。ながら運動でいいんですよ。ね、髪の毛乾かしながらスクワットとかでもいいんですよ。そういう一つ一つの積み重ねなんですよ、本当に。だからいきなりね、ランニングしろとは言っておりません。ね、もう自分のね、生活の一部にしてしまうんですよ。そうしたらどうですか、皆さん。できますよね。継続が続かないとできませんよね、やっぱりね。何事も、ダイエットだけではないです。なので、本当にね、皆さん、女性のみならず、やはり冷えは万病のもとと言われて侮れません。なのでやはりね、私はまあね、ね、いろいろ冷えをね、防止するようなね、服をまとうとかね、ね、この方ね、お食事からですね、いろいろ温めるようなね、こういう食材はおすすめですよみたいなことをね、ご提案させていただいておりますので、はい、ありがとうございます。はい、もうすごいね、本当にダイエットとね、共通することがもうたくさんあって、もう本当共感するばかりです。ありがとうございます。じゃあ早速ね、続いてですね、次の、ね、ご質問に参りたいと思います。ね、すべての皆さんでね、いろいろプチ不調で悩まれてるんですよね。やっぱりね、例えば冷えとかね、先ほど言った通り肩こり、便秘、それからね、腰痛とか貧血とかね、まあ病気にね、まあ、病院まで行かなくてもいいわ。でもね、それね、ほっとくとね、病気に発展していって、最悪の場合、大病に。
患ってしまうってこともね、なりかねないんですよ。ね、この病気にならない知識をね、持つのがやっぱり一番なんですね。そこでズバリ、病気にならない根本の原因とは何だと思われますでしょうか。よろしくお願いします。美容のエステで始まったんですけど、はい、付加値っていうのを何かつけるとか、あと使命、自分がなんてこの美容に携わったのかなって使命を考えた時に、はい、やっぱり健康を提供していきたいっていうのに変わってったんですよね、40を手前に。でやっぱり勉強していくと、この病気とかなんか知らないけど、なんでこんな病気になったんだろうって思うことは、日本であるがゆえと、まず添加物ですね、はい、添加物に関してはスーパーに行かれますよね、はい、でスーパーのお肉ですら油がコーティングされてたりだとか、あとは遺伝子組み換えだったりだとか、あとは何でしょうね、もう添加物で言うと、1年間で日本人が取る添加物の量ってどのくらいだと思われますか、あゆみ先生。結構です。日本ってね、添加物ってね、もう百種類とは、まあ、聞いておりますけども、はい。だって子供とかだって、なんかコンビニとか行ったらじゃかりことか、はい、それでよくフリスクとかなんかこう食べるじゃないですか、はい、昔めちゃくちゃ食べてたんですよ、その20代の時、はい、でも私今も裏面の表示でスラッシュの跡、はい、スラッシュの跡も必ず見ています。素晴らしいです。それで添加物は日本人が取る1年間の量はボーリング2つ分取るそうです。わー、すごいですね。なんかもうそれ恐ろしいな、恐ろしい。なんでこうやってアトピーがこんなにみんなかきもしてアトピーがこうひどいのかなとか考えた時に、やっぱ添加物っていうのがまず1つ目の原因ですね、はい、それでやっぱ病気って様々ストレスだからね、トータルビューティーの話しましたけども、言葉っていうのもすごく大切で、はい、言葉も例えば暴言吐かないとか、本当いい言葉を使う。なぜかというと、言葉っていうのはやっぱり波動があるって私は思ってて、はい、例えば愛してるとか大好きとか可愛いとかっていう言葉ってものすごくいいんですね、はい、なぜかというと、こういう実験が見たことあって、一輪挿しのお花が、はい、こっちの一輪挿しにはもうアホバカなんとかっていう、はい、こっちは愛してる大好き綺麗っていう言葉だと、はい、水の結晶があって、はい、綺麗な結晶が崩れた結晶かで腐り方も変わってくるんですよ。そうなんです、ね、そうじゃないですか。お花だって可愛い可愛いって言って水かけてるじゃないですか、はい、それと一緒なんですよ。言葉もものすごく病気とかは、ね、はい、大切だなと思ってて、あとはこれです、活性酸素です。はあ、そうですね、活性酸素。人間は生きてたら息を吸って吐いて、息を吸って吐いてでも酸化というのをしていくんです、はい、酸化というのはヘアピンを水の中に入れていたら溶けて錆びますよね、はい、それが酸化なんですけど、はい、それが体にも起こるんです。なので私は部屋をマイナスイオンクラスターの空気清浄機、マイナスイオンって活性酸素を除去してくれたりとかって結果がね、はい、出てるものなので、そういったアイテムを身につけたりだとか毎日やってます。それは毎日、先ほど言った通りジョギング行く、エミ先生とジョギング行くってさ、行かないになるんですよ、はい、でもやっぱり今ねすごいんですよ。お部屋がね、ホルミシスって言って、はい、低放射線が出るお部屋とかもあるんですよ、はい、世の中には。そうなんですね。活性酸素ってものすごくね、病気ものすごく関わってくるので、はい、じゃあどうすればいいのか、水素水を飲みます。おすすめ。そうなんですね。水素のちゃんと水素レベルを測る機械でちゃんと水素が出ているものを飲まれたりだとか、あと体のお風呂に入った時に、その水圧でもマッサージをしてくれるような、はい、むくみも取れてくるんですね、はい、あとそのお風呂で乳酸、体の疲れ物質を出してあげたりだとか、はい、ストレス発散をすることでこの活性酸素というのに向き合っていけるのと、あと自炊できれば、私なんか自炊なかなかできないから、エミ先生のその電子レンジの調理法っていうのを電池で活用していきたい、うん、そんな感じです。はい、ありがとうございます、はい、もう本当に素晴らしい、もう共感することばかりで、も本当にもう、はい、そうです、はい、そうですっていう、
もうそのことオンリーですね私は、はい。じゃあ最後にですね、全ての女性の皆さんに向けて、リアルでご覧になられている方、アーカイブ YouTube でご覧になられている方にね、メッセージお願いいたします。まず綺麗、本当綺麗って何かなって私ある社長に教えてもらったんです、はい、ある社長に教えてもらったのが自分自身を好きになるところからって、はい、やっぱりエッセのお客様とかで綺麗になりたいって来られてる人を見ると、はい、まず自分のことが好きではない、なんか自分のことをなんだろうな、私なんてとか、あいやいや私なんて、ま、なんです痩せませんとか言葉、それで今の、うん、と今ね多分主婦の方とかが聞いていただいてると思うんですよ。一生懸命旦那さんのご飯準備してお掃除して子供の世話してって、でも昔の夢っていうのを追えなくなってるんじゃないかなって、はい、もうやっぱり、うん、と主婦っていうのは、うん、と家庭の中の太陽なので、本当ね、やっぱ明るく元気に、はい、例えば佐藤さんっていう人が見てたとしたら、佐藤幸恵さんとかだったら、佐藤幸恵株式会社の社長って、佐藤人生の社長は自分自身だから、はい、しっかりとその変わりたいって思ったら、はい、何か一つからできることから始めてみる、はい、そうすると一日それができたら、あ、できた、私でもできるって思って、どんどんねやっぱりね変わってくるんですよ ね、 あ、そうなんですね。まずやっぱり変わりたいって思うことから始まる。そしてもう私なんてって思う人がもしもいたとしたら、はい、私も9年前やってたんですね。私やってたんです9年前、はい、これ何をやってたかというと、はい、鏡で自分のこと好きじゃなかったんです、はい、今好きです。こう鏡で見て自分大好き大好き大好き言うんですよ10回好き可愛いとか。でだって自分自身好きになってあげなかったら、はい、誰があなたのこと好きになるんですかっていう話じゃないですか。はい、だからそこをなんかせっかくねラジオにね呼んでいただいて、なんかなんだろうな、綺麗になることって見た目なんてある意味健康が一番だから、はい、なんか自分が綺麗になりたかったら綺麗になればいいと思うんですよ、はい、それぞれなので。でもやっぱり一番はやっぱり自分自身を好きになってあげるのが、病気とかあとなんだろうな、自分の承認欲求を高めてあげることとか、はい、それが人生の幸福度かなって私は思うので、すごい素晴らしい、せっかくねさせてもらったのに、ちょっと最後は、はい、それが一番かなと思います。はい、ありがとうございます。もうすごいですね。もうはるかさんとのね素敵なひとときをね共有させていただき、めちゃくちゃ嬉しく大変勉強になりました。今後の活動に役立つこと間違いない。はるかさんの美しさにえみちゃん終始ニヤニヤ止まりません。じゃあ本当に貴重なお話をありがとうございました。以上ズームカンバセーションインシャチホコアズーリ FM 放送局第7弾を終わります。ありがとうございました。はるかさん最後までお付き合いの方お願いいたします。それではですね、今年からコーナー化になりましたヌッカベーカリーについてお届けします。はい、では静止画お願いします。はい、こちらですね、5月の限定のパウンドケーキになります。はい、こちらはですね、砂糖不使用のですね、シリーズのですね第7弾でございます。はい、こちらね、小麦粉とね砂糖が不使用でね、食物繊維を多く含んでビタミンミネラルも豊富に加え、糖質を控えてさらにタンパク質を多く含む小麦ふすまを使用しているパンのことをですね、ヌッカパンと言います。それではですね、私早速ねこちらの方ね見せましょうかね。はい、こちらがね5月限定です、北海道産大納言のよもぎ餅パウンドケーキでございます。それでは早速私食ブレポをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらです、断面図ですね。はい、じゃあいただきます。ダイエットサポーター食べます。わわ、これよもぎ餅のね中にあんこ餅が入ってるんですよ。わー、ふわふわで美味しい。残りはスタッフさんどうぞお召し上がりください。はい、ありがとうございます。こちらね限定商品です。5月1日から31日までになっております。よろしくお願いします。ヌッカベーカリーでした。はい、それではですね、はい、はるか
さん準備の方よろしくお願いします。はい、ごめんなさい、まだもごもごしております、すみません。はい、あっという間にですねごめんなさい、エンディングになりました。楽しい時間はすぐに終わってしまいますね。それではズームでご出演いただきましたゲストの渡辺遥さんにラジオの出演感想を回答をよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう私はもうエリ先生が大好きで、インスタグラムがライブがものすごく楽しくて、やっぱりねエリ先生のその人柄、人をやっぱり輝かせたいってね電話で打ち合わせしてたんですよ、はい、すごく言っててね、素敵だなって、本当に素敵な方だなと思って、今回ねこのラジオに出させていただいて本当にね感謝してます。ありがとうございました。 ありがとうございました。本当にたくさんの女性がやっぱり笑顔でね、あの恵美先生のことを見て、私でも頑張れるって前を向いていけるような、そんなラジオだと思うので、またぜひ出演させていただければ嬉しいです、はい、いやもう本当によろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今回はですね冠番組1周年特別企画として、すべての女性の皆さんへ、外見の美しさはもちろん内面の美しさ、それは健康、そしてはるかさんがですねとても重要視されている未病、未病ですね、健康でもなく病気でもない、健康とね病気の間にある状態のことを指すんですが、それをですね未然に防ぐためにも日々のケアとお食事の重要性を改めて感じ、それがご家族の幸せに直結することにだとなと思いました。それからもう一つすいません、はるかさんのですね素敵な言葉私いただきました。皆さん大変って知ってますよね。私はずっと大変ってねネガティブな言葉だと思っておりました。そうではないっていうことを教わりました。大きく変わるということなんです。字のごとくなんですね。とてもポジティブな言葉として、これからも2年目に突入する冠番組を素敵に大変します。はい、今月のゲスト株式会社アメノウズム代表渡辺遥さん、ありがとうございました。素晴らしい。はい、では次回予告に参ります。6月21日毎月第3金曜日2時からですね、シャチホコアズーリ FM 放送局より生放送いたしますので、ぜひご覧ください。こうご期待、こうご期待。お相手は MC パーソナルダイエットサポーター&シャチホコアズーリ FM 放送局ラジオパーソナリティエミちゃんでした。それでは私の合言葉を言って終えたいと思います。恐れ入ります。はるかさん、ご準備の方はよろしいでしょうか。もうこれが言いたくて待ってました。 ありがとうございます。それではリアルでご覧になられている方、アーカイブ YouTube にご覧になられている方も一緒にですね、噛んじゃダメでしょう。レッツエンジョイダイエットで終わらせていただきたいと思います。いきますよ、いいですか。第1周年記念企画大成功のうちに終わりました。それではいきますよ、せーの、レッツエンジョイダイエット、さよなら。